こんにちは、茂木和也です。今日の秋田はとても天気が良くて暖かいんですよ。ということでこのタイミングにですね、今回はリビングの窓のドアレールの掃除をやっていこうかなと思います。では早速今回使うものを先にですねご紹介していきたいと思うんですが、まずはですね最初にレールのホコリ取りをしたいと思うんですが、それに使うのがダイソンですね。これはダイソン V8 ですね。今のモデルではないんですけれども、古いモデルになりますが、まあ、現役で使えてます。はい。で、次がですね、これはいつもしているんですけれども、お掃除の時に使うニトリルの薄手のですね、使い捨ての手袋ですね。そして、ホコリを取った後にですね、ブラシ洗いをしていくんですが、その時使うのがこちら。チャンネルブラシですね。フル歯ブラシでも十分掃除できると思うんですが、今回はですねチャンネルブラシを使ってみようかなと。もちろんチャンネルブラシの方がフル歯ブラシよりはですね、歯ブラシの毛先をですね曲げたり加工したりするよりも使いやすいと、しっかりですねホコリを取り除くことができると思いますから、そこもですね実際どんな感じなのかというところを確認しながら、このチャンネルブラシ今回使っていこうかなと思います。あとブラシ洗いするときにやはり洗剤もですねちょっとつけた方がいいと思います。そこで使う洗剤がですね、今回はシャボンのアブクですね。はい、これ現役では使うことはしませんが、このシャボンのアブクを30倍に薄めたものをですねスプレーに入れてますので、これを使っていこうかなと思います。それとシャボンのアブクを吹きかけてチャンネルブラシでブラシ洗いをして、拭く時にはこちらのスコッティ洗って使えるペーパータオルを使いたいなと思います。あとおそらくですねあった方がいいのかなと思って、ウェットティッシュですね、ウェットティッシュも用意しております。ということでまずはホコリ取りからやっていきたいと思うんですけれども、汚れ具合を先にカメラを近づけてチェックしていこうと思います。はい、では開けますね。しばらく掃除してないんでお見せするのが恥ずかしいぐらいなんですけども、こんな感じでだいぶ汚れているんですよ。反対側こんな感じですね。入れるとこうですね、土ぼこりから、ちょっと黒カビのようなものもありますかね。はい、はい、ではダイソンでホコリから取っていきます。はい、では次にだいぶ汚れがですねまだ溜まっていますので、先にですねウェットティッシュで拭いていこうと思います。このチャンネルブラシのお尻にですねこう当ててやるとやりやすいですね。この細いところがこういう感じで、ここの幅もですね我が家のレールのここのところにぴったり合いますね。合わなくてもちょっと斜めにしたりすると合うと思いますけれども、まだ汚れが残っているんですけれども、とりあえず半分だけやりました。ウェットティッシュ1枚使ったんですけども、こんなに真っ黒になりました。はい、反対側もやっていきます。こっちはそんな汚れてないですね、比べるとですよ。
はい、次はこの端っこのですね、うまく取れなかったところにシャボンのあぶくをですね吹きかけて、そしてチャンネルブラシで洗っていきます。やっぱりやりやすいですね。手先がですねしっかり当たりますね、ちゃんと取れてきます。はい、反対側もやってきます。汚れがひどいところは大体きれいになりましたので、あとは仕上げにですね洗って使えるペーパータオルにシャボンのあぶくをですねたっぷりつけて、これで拭いて終わりにしたいと思います。別にですねこの工程なくても仕上げもウェットティッシュでやっても良さそうなんですが、せっかくなんで使っていきたいと思います。はい、一通り掃除が終わりましたのでカメラを近づけて確認していきます。端っこのところチャンネルブラシでここまで取り除くことができました。はい、レールの方は綺麗になってますよね。はい、反対側です。どうでしょうか。はい、こんな感じに綺麗になりました。はい、ということで今回は窓サッシのレールの掃除をしてみました。レールの掃除は洗剤選びが重要ということよりもやはり道具選びですね。掃除しにくい箇所がたくさんありますから。あとポイントとなるのは水でジャーって濡らしてしまうと土汚れを拭くのが大変になりますから、できるだけ濡らさないように掃除するのがポイントなのかなというふうに思います。なのでウェットティッシュで拭くということをしました。それと道具選びのところについては、前回は歯ブラシを L 字に曲げてですね毛先をカットして掃除したんですけれども、それでも十分使いやすいのでフル歯ブラシを活用したいという方にはおすすめですが、やはり比べるとですねチャンネルブラシ使いやすいなと感じました。なのでそんなに高いものではないので他の掃除にも使えますから、一家に一つあってもいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも